ンシング・ウィズ・マイ・アックス、チッピンね。ジョニー・シルバーハンドはまさにロックの救世主だった。ただでレコードを配りたいとこだが、こっちも商売だからね。あんた、シルバーハンドの大ファンみたいね。そうとも、俺はそれを誇りに思ってる。シルバーハンドは今のチャチなロッカーが夢にも見れないほどの何かを持ってた。銀の手とか？ほとばしる熱い魂に決まってるだろ。あいつは企業中心の世界を変えようとし、理想のために命を捧げたんだ。同時にテロリストでもあったと思うけど。レッドウェイダウンザレベルパス。ヴィンテージ品を探してる。例えば侍の初回ライブ音源とか。初回ライブだ。あんた、まさか本気で言ってんじゃないだろうな。それがどれだけ価値のあるものか分かってるのか。音源の話をどこで聞いたのか知らないが、忘れるんだな。そこら辺のやつになんか絶対に渡さない。ちょっと甘く見ないで。私はシルバーハンドマニアなの。ならエピソードを話してみろよ。最後にケリーに送った言葉を知ってる。侍を抜けて自分のやりたい音楽をやったらどうだって言ったんだ。俺だって二人だけの時の会話ぐらいいくらでもでっち上げられる。証明できないんだからな。レインボーカデンザがまだあった頃、よくあの店に行ったの。当時のライブ音源があればいい思い出になるんだけど。バカな話はよせ。侍の初ライブは覚えてるような年じゃないだろ。お前さんはまだ生まれてもなかったはずだ。外見で判断しないでよ。この顔はインプラントかもしれないでしょ。いいだ。なら証明してみろ。侍の3回目のライブはどう終わった？ジョニー、なんて答えたらいいのか教えてよ。これはどうだ？うるせえ B、助手扱いすんな。どうした？早く答えろ。もうジョニー、なんで手を貸してくれないの？面白いからさ、退屈だしな。誰がホイホイ協力してやるかよ。なんとか言ったらどうなんだ？3度目のライブはカデンザでやったんだが、ちょっとした火事になってな。酔っ払いがそれをビールで消そうとした。デニーのアフロが焦げちまって、しばらくカツラをかぶる羽目になった。テックの髪は嫌なんだとよ。待って、そう、火事があった。デニーの髪がチリチリになっちゃったのよね。そうそう、あれ実はジョニーのタバコの火の不始末で起きた火事らしいぜ。ざけんな、あれは絶対ケリーのだ。クソ、問題が起きれば何でも俺のせいかよ。あんたがあの場にいたなんてまだ信じられないが、どうやら生粋のファンなのは間違いないみたいだな。とにかく違いのわかる若いもんには出血大サービスだ。テーブルの下にあるものを見てみな。ほら、遠慮するな。これが欲しかったの。持ってけ。シルバーハンドの言葉を広めてくれよ。時は最良の死なんて言うよな。前は俺もそう思ってたんだ。でもこいつを見ろよ。この年でまだ2020年に生きてる。あんたの大ファンよ。
あえて嬉しくないの？吹っ飛ばしたはずのアラサカタワーが変わらずそびえ立ってる。それと一緒だ。延々と過去にとらわれてちゃ何の意味もねえんだ。自分たちで、自分たちの手で世界を変えねえと。人を変わらせたいのね。でもタワーみたいに壊せばいいってわけじゃない。だったら音楽が答えだと思うか？じいさんは歌詞は全部覚えてるだろうが、何一つ理解しちゃいねえ。なら代わりに誰かで構わず、爆弾で殺した方がいいって言うつもり。中には変わりたくない人だっている。その自由をあんたが勝手に奪う気？そうやって目を背けて見て見ぬふりを決め込んだって何も始まらねえんだ。目を覚まさせねえと。問題はどうやるかだが。どこかで会ったことないよな。危ないな。5番で何があったか聞いた？何？あの男また手を挙げたの？違うんだって。彼女の方があいつを撃ち殺したのよ。嘘でしょ？本当に？6番の愛が見てたらしくて全部話してくれた。愛？あの子の話は嘘ばっかだから。いやいや、だって弾丸が壁を貫通したんだから。愛は死体も見たって。街に出るぞ。
の意味もねえんだ。自分たちで自分たちの手で世界を変えねえと。人を変わらせたいのね。でもだったら音楽がこ中には変わりたく、そうやって目を
くやってくれたわ。この町から害獣が一匹駆除された。大した腕前ね。仕事は完了よ。ご苦労様。
誰だったんだ。ん？俺様がぶっ殺してやる！俺を誰かと勘違いしてるんだろう。見逃してくれ。ジワイフに突っ込んで楽しんだら、それは浮気か裏切りになるのか。そうは言わないが。54ニュースのワールドレポートをお届けします。 WCS 西部企業修練号がビザプログラムを刷新しました。今後連合地域に転入する場合、先に WCS 加入企業からの紹介を受ける必要が出てきます。またビザ保有者は WCS 地域で20年間の就労実績を積むことで永住権、結婚許可証、子供一人の扶養許可を取得できます。ヨーロッパ北部では難民受け入れ問題が急激に拡大、洪水の発生したベルギーとオランダからの難民が次々とスカンナビア地域に流入しています。これで終わりにしてやりましょう。勘違いしてるんだろう。
めてくれ。Thank you.
知られ